アスレチックス011デーズ。アスレチックスの藤波慎太郎投手、28が8日、日本時間9日、敵地トロピカーナフィールドルでのレーズ戦に先発。4回3分の1を投げ、3安打五失点5死死球で降板し、メジャー初勝利を挙げることはできなかった。2敗目を喫し、防御率は17.55となった。寄せられていた反応をまとめましたので、 ご覧ください1一つ言えることは藤浪について環境を変えろとか阪神のせいみたいな風潮あったけどはっきり言って藤浪自身の問題阪神はむしろチャンスいっぱいあげてたしよく耐えてくれたよポスティングまで使わせてくれたしそれに投手の育成もうまい球団もう藤浪が自分でどうにかするしかない阪神時代からなんも変わってない ポテンシャルが高いってだけで実力はこんなもんですよ。阪神の投手陣がリーグ屈指とはいえ、実力的にも阪神の登録メンバーに入れるかどうか、当落戦場の選手だったし、そんな選手がメジャーで成績残せないのは当然だと思う。単純に実力不足。日本ににいるる時と同じように突如子宮から乱れ始める結局 長い間そこをずっと改善できずにいたからメジャーに行ってからボールが変わったとしても急激にコントロールが良くなることはないだろう。メジャーレベルにバッターも2巡目になるとそれが分かってくるのだろう今後はもっと藤波のデータが明らかになって苦しむだろう。コントロールさえ改善できればある程度は抑えられるんだろうなとは思うが。日本でも全然改善できなかったからな。千賀のように日本で圧倒的な成績を出せないとメジャーでは厳しいのかもしれないね。 まだ2戦だけどこの突然の4級支給は怖くて使いづらいだろう。そして短いイニングだと抑え込むことに成功している。となるとリリーバー向きではないかと誰もが考えることを指議官もすでに構想に入れていると思う。逆に藤波はどうしても先発を望むならブルペンである程度実績を作った上で再挑戦する方がいいのかもしれない。動画をご覧いただきありがとうございます。